こんばんは、小田友です。ちょっと襟が変になってましたね。今日も、小田友翻訳ライブ、エルンスト・ブロッホをその場で訳す。早速今日は LT さんに来ていただきましたね。それでは早速今日は、小田友翻訳ライブ、今日もやっていくことにいたしましょう。早速画面の、よろしくお願いいたします。LT さんからご挨拶をいただきました。で、これで、あらら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 、あっち、閉じてた。ちょっと待ってくださいね。これでいいかな。これでいいね。はい。ということで、あらら、あらら、これでいいかな。これでいいね。前回、クザームス、のところがですね、僕もちょっとよく、解ききれなかったということだったので、もう一度、読んでというか、読み直してみました。で、前回一応言ったこと、そんなに間違ってはいなかった。だと思うんですけども、神はいつなる存在ね、神が世界を創造したということになると、一と多の関係をどう整合的に説明するのか、ね、とりわけ一から多を、数多くの多ですね、これを導き出すのが難しいということで、神を存在する一切一と言ってしまうと、これは数多。数多くのものっていうのは説明つかなくなる。その中に無があってというふうに、で、それが数多につながるんですというふうな苦しい説明をするということで、クザンスの場合はどうかっていうと、対立物の一致、反対物の一致のような、ヘーゲルであれば弁証法と呼ぶような、そういう、詩弁ですね。これを考えてはいるんだけれども、それと、この数多の問題が絡み合わされていないというのが、ブロッホの不満なんだというふうに前回も説明しました。これで概ね間違っていないけども、クザールスの、論理っていうものをですね、僕が十分追い切れていなかったので、ちょっとね、すっきりしない説明にしてしまいました。ちょっと追加しておきますと、クザールス自身はどう言ってるのかと言いますと、ブロッホはね、これ引用なのか何なのか、こういうのを引っ張ってきていますね。どこだったか、これか。クーサのニコラウスがそうだというふうにね、無っていうふうなものが十分に弁証法化されなかった。ということです。とりわけ人間は無と神との間に張り渡されているが、この無とその他者に即して、ここでは、これちょっと訂正しておきます。これはかけて訳した方が分かりやすいですね。この無とその他者に即して、ここでは、クザヌスの場合、反対物の一致がそう呼ばれる弁証法が生じるわけではない。無と、その他者に即して弁証法が生じるわけではないということです。神の中では弁証法が生じている。けども、むしろ、そうですね、ここに書いてある。もはやすっかり他者がいなくなったところで、発生するということで、絶対的極大と、絶対的極小との統一としての絶対的な統一のうちで、大師は神のうちで生ずるのだ。ここで、ブロッホが言ってるのはその通り、でした。ということで、クザヌスの弁証法というふうに、反対物の一致っていうのはどこで言われてるかっていうと、神の中での話なんですね。で、この世界っていうのとはちょっと無関係なところで、クザヌスの場合は、説明されています。よいしょ。
よいしょ、これは追加の説明ですね。フォントを変えときましょう。はい。クザヌスの場合、ね、この対立物の位置。神の内部。神の内部じゃないですね。神の内部。神の内部というとちょっと良くないかもしれない。神の内で。まあ、生ずる。世界のと神。神と世界。ないということですね。これが、まあ、追加の説明として、ここはブロッホの不満な点なわけですね。で、まあ、これはいわゆる、クザヌスの神学の部分に関わる話、であって、じゃあ、私たちが生きているこの世界はどうなのというふうなところと、この神の中で生ずる対立物の位置の位置、対立物の位置というのはあまり関係ないというふうな位置づけになってしまっているというところがブローコの、不満なわけです。事物の他者と位置する数多性、このミッテア・アルテリタス、このアルテリタスがね、このクザヌスの用法とブローコの用法が違うように思うんですね。で、ブローコはブローコの用法でアルテリタスっていうのを使っている。わけです。事物の他者と一致する数多性はあらぬものから言われる。ということで、非存在ですね。This too は a non esse というラテン語ですね。これがあらぬものから言われるというふうに、まあ、引用してるんですけども、この引用が非常に中途半端というか、わけがわからなかった、わけです。で、クザヌスの原文を改めて、まあ、これ一応、ブロッホはね、神における無というふうに説明してるんですけども、これはクザヌスだと、まあ、これは今から説明します。よいしょ。はい。クザヌスの、この、知ある無知、あるいは学識ある無知の第2巻の第3章で言われている。で、ブロッホが結局ここを引っ張ったんだろうなと呼ばれる、ものは多分これだろうと、いろいろ迷ったんですけど、まあ、これが一番近いだろうというので、ここを引っ張っておこうと思います。ということで、これ打っときゃよかったな。クザヌスの原文。これはどうかというふうに言いますと、よいしょ。non レズ、レスタートニシディセーレ。non レスタート。ラテン語は読めないといけないので、こういう読み方でいいのか、よくわかりませんけども。ノンレスタートニシ。ディセーレ。こう。だからコードですね。ニシは S だ。ね。プロラリタス。プラリタス。これでいいよね。プラリタス。スペル間違ってないよね。わー、L だった。プルーラルだもんね。プラリタス。レール。ものの複数形。ものの複数性というふうに、とりあえず言っておきましょうか。
これは、何々から来る。エクソリディアトーは、エリアトゥーは。これでいい？エクソリアトゥーは。エクソで読む方いいの？ディアトゥーは。エオー。何々から来る。で、エオーっていうのが、またクオードが来て、で、デウス。エスト。イン。ノンエッセ。インニヒロだ。クオドエスト。クオドデウスエスト。インニヒロという。ローはこっちだよね。で、この訳なんですけども、まあ、一応私が、慣れるラテン語訳をするよりも、まあ、一応ね、こんな風に言わざるを得ない、ノンレスタートニシディセーレ。ディセーレっていうのが言うというのが、このディストゥーアっていうのが受け身形ね。ディセーレが、これが、ちょっと文法的に説明しきれ、ね、しきれない。これで言わざるを得ないというふうな意味になります。そしてどう言わざるを得ないかっていうと、ものの複数性、プライタスレルムっていうのは、エクソディタ、エクソリアトー、リアトゥーは、ね、ということで、何々から来る、エオーから来る、何から来るかっていうと、デウス・エスト・イン・ニヒロというところ、神が、無のうちにあるということです。で、これどういうふうに、まあ一応僕今、とっさに訳しましたけれども、ちょっと古い翻訳ですが、新しい訳、山田圭三さんの訳よりも古い岩崎、この人、近づくでよかったっけ？岩崎近づくさんと、おいで、あら、振り方振ってないやん。おいで、どう読むんだろう。悟さんと読むのか、悟さんと読むのか。この人のたちの訳文を、紹介しておきます。それで、括弧。これは訳者の補いですね。最後の可能性として。残るのは。事物の他性は。神が何もないところのうちにある。神が何もないところのうちに存在すること。これが、この程度だったら僕も、全然問題なく、デウス・エスト・インニヒロですね。ここを念頭に置いて、ノンエッセというふうに言い換えている、と思うんですね。ことから、生じている。ということである。ということであるは、言うは、やっぱり、さっきのね、理性で、やっぱり具体的に発言するという、これが、岩崎大出役にしておきましょう。訳が。で、これが創文社の昔、大学1回生の時に、なんで買ったんだろうね。
なんか読みたかったんですよね。大学1回生の時に買ったやつです。いっぺん古本屋さんに手放したんですけど。その、まあ、広島の古本屋さんなんで、いつまでもあるよなとかって思って、買い直したという そういう点でも思い出のある本なんですが、まあ、ここで役に立った。創文社の95ページですね。ということで、新しい役よりもこっちの役の方が、まあ、僕には分かりやすいなというふうに、神が何もないところのうちに、つまり因ニヒロ、存在する、エストというね、ここだろうというふうにね、人物の他性、これは、プロライタス、レールム。ですね。はい。事物の他性は神が何もないところのうちに存在する。デウス・エスト・イン・ニヒロ、ことから生じているということであるという、これを伝統に置いている。まあ、ブロッホはね、これが神における無というふうに、言い換えている。このひっくり返しにどういうブロッホの気持ちがあるのかっていうのは、ちょっとやっぱり僕にも分かりきらないところです。で、いずれにせよ、この、世界のうちにある数多性は単一物の統一に、向かわない、つまり、単一物の統一という、弁証法、まあ、ブロッホに言わせると弁証法というのは、事物の他性、今、世界が存在しているということ、その世界の多様なあり方とは無関係に考えられている。だから、無っていうふうなものが、十分に弁証法化されなかった。無が十分に弁証法化されなかったという、これが、やはりクザーヌスについても言えるんだという話になっていくわけです。よいしょ。ほとんど関係づけられていない。これがブロッホの、クザーヌスに対する不満。まあ、前回言ったことを、もう一つ、もう少しクザーヌス自身をもうちょっと読み込んで、やっぱり間違ってなかったなというふうに、そこは思った次第です。まあ、これはいずれも僕の追加的な説明ですね。よいしょ。矢印を上に。ということです。はい。ということで、その部は弁証法的に到達せず、つまり、神は何もないところという、まあ、これが無ニヒロ。なわけですけども、因ニヒロなわけですけども、その、無、ということと、神の弁証法的なあり方っていうふうなものが関連付けられていないというところ、それをその無は弁証法的には到達せず、クザヌスの弁証法は、その他の点ではヘーゲル弁証法に最も近い前奏であるが、世界のうちにある無には到達しないという。ですね、世界は、う、ある、なわけですね。
それに対して、神は、無の中にあるから世界はというふうな、そういう形で、まあ、クザルスとしても、ここは苦しい説明じゃないかなというふうに、僕は思うんです。はい。ということで、次の、今日が国歌ですね。よいしょ。今日が2月の、6日。ということです。Virtus nihil ebenso in Gott verlegt, wie das esse. ということです。あ、やっぱり、ブロッコの場合は、神におけるというふうに読んでますね。So kommt es zwischen beiden, nicht zu dem aufgeteilten, Situationshaften Kontakte, Kontakt der weltliche Dialektik heißt. はい、クザヌスに関してもう一文あったというところですね。このヴィルトっていうふうに、定動詞が文頭に来るというのは、普通、これ前もちらっと、言いましたけども、いわゆるベンの省略ですね。従属の接続詞、ベンの省略。で、その結果として、よいしょ。ビルトが分頭。ベンは、もし何々ならば。ね、何々が、何々するなら、ここまでやらないと。の省略。で、ここの場合は、ダスニヒル、ムといっても、前節で出てきたムとはちょっと違うものとして、この方は考えてますね。まあ、いわゆる詩弁によって見つけられたムということです。ムが、ニヒルが、ある、出すエッセー、うというふうにやった方が確かにね、語呂はいいんですけども、エッセーはあるというふうに、まあ僕としては訳したい、ところです。これは、前角と反角。両方とも反角ね。無があると同様に、神のうちに、ね、フェアレーゲン。まあ、これは置くんですけども、置かれてしまえばということで、フェアレーゲンっていうのは、あんまりいい感じじゃないんですよね。置くとかっていうふうに言っても、むしろ、間違えて置く。そこに置いちゃいけんでしょうというところに置く。それがフェアレーゲンということでいいと思います。一応辞書で確認。フェアレーゲン。フェアレーゲン。ふさわしいところに置くんじゃなくて、移す、変更する、置き忘れるとかっていうかね、そういうニュアンスもありますね。これはやっぱりブロッコとしては、世界ではなくっていうのがフェアレーゲンというところで、世界のうちではなく神のうちに、ちょっとこれはくどいですけれど、重要なところだと思うので、補っておきます。今、
私たちが目にしているこの世界のうちではなく、神のうちに置かれてしまえば、そんなことになってしまうと、その無は、スビシェンバイデンニヒツでも、はい、この、両者の間、ね、無と、この場合は、S が主語。あ、ここをうっかりしてる。カビは男性名詞だよね。ゾーコムとエスツビシェンバイデン、ニヒツーデムアウフケタイルデム、実はスウォンスハフデムコンタクト、ディアフェルトヒエ、ディアレクティカイス。まあ、世界的だ、うん、世界的だというとちょっと意味がかかってますね。世界の内にある弁証法と呼ばれる、アウフゲタイルデン、割り当てられた。ここはちょっと、すっと読み飛ばしてしまっていいかな。というふうに、他のところに気を捉えていると、こういうミスをするわけですね。アウフタイレン。分配。アウフゲタイルテン。で、実はスオンスハフテン。ブロッホのね、このハフトってのがね、すごく訳しにくいというか、僕自身がもう一つ意味がをつかみ損ねてるんですね。まあ、状況次第の接触っていうことですね。で、この場合の S は非認証主語じゃないかな。スビシェン・バイデン。つまりこれは無とあるの間。神じゃないと思うんですよね、これね。非認証同士。コメンにその非認証同士の用法あるよね。一応確認。コメンに非認証同士の用法がありますよね。2、何々に至る。非認証同士。何々という事態になる。ありましたね。間違いなく。S コムト。2三角。これも文法的なことをちょっと押さえておきましょう。S コンテ2三角名詞。これで、三角名詞の状態になる。という用法が、非認証動詞。これはこうだろうなというふうに考えます。ということで、これは神と無であった、無と、あることの間には、間では、無とあるの間では、アウフゲタイルテム、アウフテゲタイルテム、アウフタイ、さっき弾いたのに忘れちゃった。どう訳していっけ、アウフタイで。やっちゃいますね。アウフタイで。
まあ、ライブということでご勘弁いただきましょう。すいません。分配されたか。アフタイルで分け与えられ、割り当てられたで、そんなに間違ってない。アフタイル、分配された。分けされた、分配された、分け与えられた。ニヒト2、何々には至らない。間はにして、これ、主語にしていいんじゃないかな。無とアウの間は、分配された。状況次第。実は質問をハフテ。接触。これは無と、あるというふうに分配された。接触。には至らない。世界的弁証法。世界の内にある弁証法と呼ばれる？これは掛けで訳した方が弁証じゃない、弁証法と呼ばれる？分配され、状況次第の接触には至らない。アウフゲタルテンがどうもピンとこないな。まあ、ちょっとここは、アウフタイレやっぱりこれは、無とあるに分配された。そういうことでしょうね。この分配されたがいきなり出てくると、無とあるとに分配された。状況次第の接触には至らない。ということでいいんじゃないかと思います。よいしょ。ちょっとくどいか。ちょっと音読してみます。今日は、やっぱクザーヌスのおかげで、ちょっと手間取ってるね。ム・ニヒルがある、ダス・エッセと同様、世界のうちではなく、神のうちにも変えてしまえば、ムとあるとの間、ちょっとくどいけど、ムとあるとの間は、世界のうちにある弁証法と呼ばれる、無とあるとに分配された状況次第の接触には至らない。状況次第によって無とあるとが、接触してひっくり返っちゃうみたいなね。そういうことをブロッホとしてはクザーヌスに期待してるんだが、それはそうはいかないよね、クザーヌスの場合は。というふうになると思います。で、クザーヌスの話がここまでで、次がシェリングの話に、なっていきます。はい。Ein verwandtes Wiederholt sich beim nachherischen Schelling in seiner Rede vom vorbildlichen Ungrund des Seins, dem vernunfthaft völlig unauflösbaren ということですね。フェアバンテス。似通ったことが。
アインフェアバンテスを似通ったこと。フェアバンテスは、これは大文字じゃないの？俺打ち間違えてね。261ページ。じゃない、262ページ。何ページでいいか。うん、そうですね。僕の打ち間違いですね。大文字ですね。アインフェアバンテス。ビーダーフォーツヒ。似通ったことが、ヘーゲル以後の、ヘーゲル後の、ヘーゲル後、ヘーゲルの後の、ヘーゲル以後の、シェリングの、でも繰り返される。ということで、すなわち、これはもう前から訳していきます。世界に先行する、ある、デス・ザインスのザインは存在ではなく、あるに僕はしたい。ということで、すなわち、ある、存在ではなくて、あるの、世界に先行する、世界に先行するが、先に訳した方がいいか。世界に先行する、あるの深淵。無底。まあ、これは、いわゆる米メ、ヤーコプ、米メの、やつですね。で、シェリングが自由論で、これは取り込んでいる、やつです。ウングルント、世界に先行するあるの無底、の学説。まあ、それから、フェアヌーフト。で、これは、さらに言い換えられているんですね。理性的には、完全、理性的に完全には、解消しがたい。これは理性によってはでいいと思うんだな。理性によっては完全には解消されない？解消できない？理性ではでいいか。解消できない？無底の説である。よし。ということで、これは問題ないでしょう。これは、シェリングが、ブロッホがシェリングを引用してくれてますので、そこのところで、説明しようと思います。ボールド。よいしょ。Auch dieses rein negativ Gottwesen kann nicht in Dialektik eingehen, es sei denn in eine, die sich auf gar keine Vermittlungen mit diesem Negativen und seinen Weltausbrüchen einlässt, sondern で、262ページ。Nur auf Krieg und Zusammenschleuderung。このということですね。Dieses Line Negativ。Auch dieses。これもなんかすっきりしねえな。ネガティブ、
すっきりしないのは、ここを打ち損ねていたからでしたね。わかりました。よいしょ。これを打ち損ねてるから、なんかおかしいなと思って。この、純粋に否定的なと、とりあえず訳しておきましょう。ラッシュ。ラッシュ。純粋に否定的な。純然たる否定的なということですね。ラッシュ。ラッシュ。で、紙。ん？画面共有してますよね。あ、画面共有してなかったか、ひょっとして。失敗した。画面を共有していませんでしたね。どうもおかしいと思った。画面を共有し忘れていました。共有。すいません。エルティさん。いえ、ごめんなさい。画面を共有するのを忘れてましたね。すげえ恥ずかしい。ずっと、皆さんに顔をさらしっぱなしで、いろいろ喋っていた。私の顔だけを見せていた。いかんな。ということで。いえ、エルティさんのせいではございません。ね、はい、ということで、ちょっと時間がもったいないですけども、ね、やっぱり話が抽象的ですので、もう一度読むだけ読んでおきます。今回、赤く書いたところですね、追加です。前回の訳を多少直しました、クーサのニコラウスがそうだ。願望する際の事物。というわけ、人間は神、無と神との間に張り渡されているが、しかし、この無と、その他者に即して、ここでは、クザーヌスの場合、このね、他者、アルテイタスというもの。これは、クザーヌスも使ってるんですけれども。ブロッホはちょっとクザーヌスとは違う角度からこれを言及していると思います。これは後ほどというか、もう少し先で、出てくると思います。で、クザーヌスの場合、反対物の位置がそう呼ばれるというふうに訂正しました。弁証法が生じるわけではない。で、クザーヌスの場合は、対立物の位置は弁証法。対立物の位置の弁証法は神の位置で生じるんだけども、神と世界との関わりで、生じるわけではない。神からしてみると、最大と最小が一致する神。からしてみると、この今具体的である世界というふうなもの、なんで出てきたんだっていうのがね、どうにもこうにもやっぱり説明が難しいんですね。これはもう西洋の哲学全般が抱えている問題です。ね、特に一というふうにね、考えると。で、心のところですね。事物の他者と一致する数多性。というふうに言っている。このアルテイタス、は、ここで説明しといた方がいいかもしれないけど、ちょっと先走りすぎるんだよな。ブロッホはこうやってね、このちょい出ししていくんですね。自分が先に今から言おうとしてることをですね、ちょい出しして、んとかっていうふうに引っかかっても、とりあえずもう先に行っちゃうみたいな。そういうところがあります。これが、まあ、ブロッホの読みにくさ。まあ、要するにパルメニデスのある、です。もうエルティさんが言ってくれました。全然世界の現象の説明をしてくれないという。そうなんですね。でも、これが正しいとかって言ったら、それこそ日下部先生はもうパルメニデス。日下部義信先生ですね。今や日下部クレスとして、名高い。
ね。草上先生もパルメイディスの大ファンで。だから、やっぱりね、僕は、草壁ですだと思うんだよね。パルメリです。草壁です。みたいに。僕は、ヘラクレスから来てるんでしょうけど、ヘラクレスと草壁ですね、関係ねえだろ、みたいな、ところがありまして。パルメリですだから、もう、先生、パルメリですの大ファンなんだから、草壁ですでしょ、みたいな。草壁ですんだよね。はい。まあ、それはいいとしまして。とにかく、で、それはね、間違いない。正しい。真理だと言ったら、もう、それに尽きちゃうんですよね。でも、現実の世界とかっていうふうなものとの関わりで言うと、だからどうしたみたいなようなところになってしまう。で、これはもう別にパルメニデスで終わった話ではなくて、いろんな哲学者について、この問題が生じる。クザヌスもそうだし、まあ、いろんな哲学者についてそれが言えるわけです。で、シェリング、今からシェリングが出てくる、このシェリングも結局そこで苦しむわけですね。はい。で、事物の他者と一致する他性はあらぬものから言われるというふうに、まあ、ブロッホはこんなふうにラテン語から引っ張ってきてるんですが、これに相当する、まあ、クザヌスの文は見つけられませんでした。一番近いのはこれだろうということで、以下で、引っ張ってきてるわけですね。とにかく、あらぬものから言われるとして、なるほど、無に、神における無から生まれるが、しかしこの世界のうちにある数多性は、対立物の統一には向かわない。クザヌスの原文は、もうこれはいいことにします。訳します。岩崎近嗣さんと大出さんの、訳。の、ですね。それで最後の可能性として残るのは、事物の他性、プロラリタス・レールムは、神が何もないところのうちに存在するデウス・エスト・イン・ニヒロから生じているということである。神の弁証法的なあり方、対立物の一致と世界の数多性はほとんど関係づけられていない。そこがブロッホの不満なんだ。で、今日の話、無があると同様、世界のうちではなく、神のうちに置かれてしまえば、無とあるとの間に、世界のうちにある弁証法と呼ばれる、無とあるとに分配された状況次第の接触には至らない。と訳して、次ですね。似通ったことが、ヘーゲル以降のシェリングのもとでも繰り返される。すなわち、世界に先行するあるの無底。理性では完全には解消できない無底の説である。というふうに来ました。はい。クザーヌスは片付けよう。で、アオホですね。ここですね。この純粋に否定的なゴットウェーゼン。神本質？神存在？どっちがいいかな？神の本質というふうにしておきましょう。本質存在。くどいけど。神の本質存在は、弁証法のうちにはアインゲーン。これは入り得ないでいいと思いますね。要するに、弁証法が届かない。ということは逆に、私たちの方も、どうにも、ね、人間との関わりの中では置かれないから、私たちの方も手出しができないというものになっちゃう、わけです。アウフディーゼス、ラインネガティーフ、ゴッテスペーゼン、ゴッテベーゼン、ゴッテベーゼンですね。間違いないよね。ゴッテスペーゼンだって、ゴッテベーゼンだよね。神の本質存在。260、2ページ。
どこだ、どこだ。こちら261ページ。ゴットウェーゼンでいいですね。はい。これは弁証法、弁証に、法を打ち損ねるね。一切でも、何々は別としてということです。つまり、die sich auf gar keine Vermittlungen mit diesem Negativen und seinem Weltausbrüchen einlässt ということで、もっとも、in eine ね、弁証法にはいかないけれども、因果因ね、まあ、弁証法、ですね、die sich ね、一応これも弁証法でしょうけどね。この場合は einlässt ということで、何々を強要する。auf は、どう取ってもいいんだ。einlässt。ザーノスに時間を途絶えすぎて、シェリングをそこまでやっていなかった。というかね、シェリングも実は時間を途絶えたんですよ。で、これは後で言いますけども。つまんないことで時間を途絶えたんですね。どこだったっけ？まあ、アインラッセン。アウフと一緒に使う。関わりある、巻き込まれる。まあ、弁証法、もっともね、なんら、媒介、この否定的なもの。これは無定のことですね。その、ね、世界のアウスブルッヘン、ほころび？アウスブルッほころびでいい？とにかく、ちょっと破綻してるんですね。破綻、ほころび。ほころびぐらいでいいと思うんですけどね。アウスプルフ。アウスプルヒェン複数形。アウスプルフ。紛失、あらら、そうか、勃発か。お好みじゃない。この否定的なものと、その紛失。これ前も出ましたよね、思い出した。その世界のうちでの紛失。紛失。とには、巻き込まれず、紛失との媒介ですね。これ複数形になってますね。この辺が、日本語に訳すときには、これをね、全部媒介、ものものの媒介とかって訳すと、やっぱり功徳だって分かりにくくなるんですよね。やっぱりもう、これは単数形というか、単数形、複数形意識せずに媒介でいいと思います。
もっとも、何らこの否定的なもの、無定と、その世界のうちでの紛失との媒介、アイナセン。あ、またワイナセン忘れた。どういう日本語にすればいいですか、アイナセン。あ、巻き込まれるんだ。何らというよりも、これは、ガールだから、やっぱり、全くがいいか。全く、この否定的なもの、無定とその世界のうちでの紛失との媒介に巻き込まれることなく、媒介じゃなくて、この、その否定的なもの、そうことなく、それらとの暴走や、これは無関心ですので、戦闘がいいかな。それらとの戦闘や、ツーリュックシュロイデルム。これは尻込み？ちょっとこれは知らない単語でした。ちゃんと調べておかなきゃいけなかった。ツルク、シュエデロック。ツルク、シュエデロック。ツールック、シュロイデル。シュロイデルンク。ツールックは乗ってなかったですね。シュロイデルンクで引くしかない。何？パチンコ？しろいでるん。パチンコ？投げることか、しろいでるん。しろいでるん。脱水装置とかで、投げつける。これはね、退けることですね。拒否？拒むことですね。投げる。投げつけて拒むという。もうやめてみたいに。やめてという。すいません。別に身振りをしなくていい。それだと戦闘や拒否にのみ。拒否。強くしろいでるんですからね。やっぱり、後ろに投げつけるわけですね。もう、来んなみたいな。ついてくんな、お前という。拒否にのみ、巻き込まれる。そういう弁証法であれば、
ちょっとこれは違約なんですが。これを弁証法と呼ぶだなっていう感じなんですけどね。そんな弁証法なら話は別だが。というふうに来ます。はい。一応これでいいんじゃないかな。この純粋に否定的な神の本質存在は弁証法のうちには入り得ない。もっとも、全くこの否定的なもの、無底とその世界のうちでの、紛失との媒介に巻き込まれることなく、それらとの戦争や拒否のみも巻き込まれる、そんな弁証法なら話は別だが、という。まあ、この辺はブロッホの漫談風な、文章ですね。はい。で、もう22時になっちゃった。ゲラーデ・デア・ウングルント。ということで、バイ・シェリング、ミトロギッシュ・フェア・ディングリッシュ、ウント・フォア・ベルトリッシュ、フィクシールト、ヴィルト、フォン・アイネム・ゼルプス・テイティケン、ペル・アス・ペラ・アド・アストラ、フェルン・ゲ・ハルテン。ああ、これ調べてくるの忘れた。このラテン語、ペル・アス・ペラ。こういう時はね、もう、うっかり忘れた時には、もう、検索かける方が早い。ということで、ゲラーデではうんぐんと、この無底こそ、シェリングの場合は、神話、的に、神話的にでいいと思いますね。神話的に、まあ、物証かというのもね、まあ、やはりその物証かという、こういうね、やつがあるわけですけども、どうも哲学的概念に過ぎる感じがするんですね。ブロッコの場合は、そこまで哲学的な概念として言ってる、わけではなくて、ね。事物化されて十分だと思うんですね。神話的に事物化され、要するに無底がですね、なんかそういう無底っていうのがいましてですね、こいつがちょっと、厄介なやつでしてみたいな、本当に事物になっている。ね、出ました、怪物、無底君みたいなね、そういう事物化されて十分だと思います。そして、世界に先行して固定される。フォアベルトリッヒっていうのが、世界に先行してというふうに訳した方が、シェリングの、思想に合ってるんじゃないかなと。世界に先行して固定され、自己活動的だ。ペル・アスペラ・アド・アストラからは遠ざけられているということですね。なんじゃこりゃ。ペル・アストラ・アド・アストラ。ペル・アスペラ・アド・アストラ。これちょっと誤動だよね。なんか明らかにこれ特定の言い回しがありそうですね。これは。そのまんま検索かけられる。コピー。そのままでは無理。じゃあ、画面を新しい共有にして。よいしょ。ペースト。もう入れ墨するの？ペル・アスペラ・アド・アストラ、日本語ウィキペディアにそのまま出ちゃってますね。苦難を乗り越えて星々へという、やっぱり語呂がいいんでしょうね。苦難を乗り越え星々へという、これはもう聖句として出てきてるようですね。もうこれはもう超横着。はい。共有をまた新しくして、元へ戻して、こっち。
ゼルプストシュテーティゲン、ゼルプストテーティゲン、自己活動的な。うん、そうです。そうです。というか、名文句っていうのは、語呂がいいから名文句、言ってて気持ちいいから、名文句というところがあるわけですね。自己活動的な、苦難を乗り越え、星々へ。これも決して、苦難を乗り越えて、星々へ。苦難を乗り越えて、星々。やっぱりなんかちょっと違うんですよ。苦難を乗り越え、手はいらないと思う。苦難を乗り越え、星々へ。からは、遠ざけられている。遠ざけられている。なんか、変に。あ、これ。フォントの大きさがここ変わった？変わってましたね。10.5。自己活動的な、ちょっとまあいいや。あらららら、あららら。これ全部、遠ざけられているのが大きくなってますね。これを10.5で。よいしょ。これでいいですね。遠ざけられている。ね、シェリングの引用のところで、まではいけるよね。次がシェリングの引用か。はい。で、ここでもう、時間食ったんですよね。ということで、まあ、これはヘーゲル以降の、シェリングだし、無底とかっていうことが出てるんで、これ自由論だよね、とかっていうふうに、まあ、瞬間思ったんですけど、原文がですね、シェリングの、まあ、死後、出た、息子が編集した、まあ、いわゆる、シェリング全集というものがあるわけです。で、それの原文、ブロック法は、第8巻、シェリング全集第8巻というふうに、の374ページというふうに言ってたんですが、第8巻をいくら探しても出てこない。もうね。374ページから、364ページ？あ、84ページみたいなようにね、その周辺、で、おかしいな。これ全然そんなものが、いや、そうな、ブログね、しょっちゅうなんですよ。いやー、ね、例えば、有名なエルンスト・カッシーラさん、同じエルンストなんだけど、カッシーラさんという人はすごい偉かったらしいですね。なんか引用なんか全部、記憶で引用して、それが間違ってない。ページ数まで覚えてるっていう。言葉を覚えてるじゃなくて、もうページ、だからもう、なんていう、イメージで丸ごと、もうそのページの光景が多分丸ごと記憶されてるだろうなという。で、ブロッホもよく記憶で引用してくれるんだけど、いや、引用するんですよ。で、それでね、だからね、ブロッホの場合はね、カッシーラと違ってね、しょっちゅう間違える。
もう困ってるんですよね、僕はね。もう、このブロッコの引用間違いで、私の、奪われた時間は一体どれほどあるだろうというふうに、もうブロッコにそこだけは言いたい。写真記憶。カッシーナの場合そうだと思うんですね。ブロッコはね、そこがね、写真記憶、ブロッコの場合も写真記憶だと思うんですけど。ね、写真記憶だと思うんですけどね。その記憶がね、やっぱブロッコの中でですね、どん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 変わっていってるわけですね。頭の中で覚えてると思うが。まあ前もこの話したことがあるというか、ツイッターで喋ったことがあると思うんですけども、淀川長治さんという映画評論家の方がいらっしゃいました。はい、今夜もまたお会いしましたね。とか。今夜お届けするのは、みたいな。1971年、アメリカ映画、何々ですみたいなようにね、言って、で、さよなら、さよなら、さよならとかっていう。で、淀川さんという人、まあ、ある種、すごい人でして、淀川さんが喋ったら、日曜洋画劇場のね、ずっと死ぬまで、本当に死ぬ何日か前まで、収録していたという人ですけど、淀川さんが喋った映画の話って面白いんですよね。で、おお、そんな面白い映画かとかっていうふうに思ってみたら、そんな面白くないのね。で、下手をしたら、淀川さん間違って映画のストーリー変わってるとかって、そういうことがあったりする。まあね、記憶でもう、あの時のあれが良かったですねとかって言って、あれがまたね、粋でね、素敵でね、みたいなような、そうなんですね。粋でね、素敵でね、とかっていうふうに言って、ああ、そうなんだ、それぜひ見なきゃとかって思って、実際に見てみたら、淀川さんが言ってる場面ないけど、みたいな、淀川さんの中でもう映画の記憶がもう、もうどうのか自立して一人歩きを始めてるわけですね。もうそうなったらもう止まんない。で、ブロッホもちょっと淀川さん的なところがあると思うんですよね。自分の頭の中で覚えている。まあ、調べて引用するってこともあるのかもしれませんけど、でも、大体記憶で引用してるんじゃないかな。で、しょっちゅう間違えてる。ね、ほんと困ったもんですね。はい。で、これは、第8巻とかっていうふうになってたんですけども、ここに書いておきましたが、第7巻です。いわゆるシェリングの自由論です。有名なあの本です。ね、文章を読んでみれば、これ読んだことあるってすぐに気がついくから、これ自由論ちゃうかとかっていうふうに、自由論から見りゃよかったですね。本当大失敗でしたね。はい。ということで、愚痴はこれくらいぐらいにして、Thus Feastless 闇は、ここでは。このフォンゼルバーね、まあ、おのずとにしときましょうか。で、ウムシュラークにひっくり返るんですね。弁証法、エンゲルスなんかがですね、量から質への転倒とかっていう、時の、この点灯がウムシュラークなんですね。おのずと光へと。まあ、点灯とかっていうと、ちょっとやっぱり、まあ、ひっくり返るの方がむしろおかしい。闇はここでは、おのずと光へとひっくり返ることはない。それとは逆にコントレアという。要するに弁証法的にはならないっていうことなんですね。それとは逆に、あらゆる、アレベゼは、アレベゼストレープインダスカオス、ダスハイスト。あらゆる、悪でいいと思いますね。は、ね。混沌へと。
すなわち、この場合は、あの状態へと、混沌へと戻ろうとするというふうに先に訳しちゃえばいいや。ツールックストライブと。すなわち、アンフェングイケツェントゥム、ということですね。資源の取得効果、アンフェングリッシュ。まあ、これは、自由論で、藤田正勝先生なんかのね、新しい訳も、あったりしますので、その訳文をそのまま拝借するのも悪くないかもしれませんけども。まあ、一応、僕が訳すことにしまして、すなわち、原初の中心、原初ではなく資源の中心。資源とかっていうのは普通こうですよね。こっちがいいのかな。こっちがいいかな。資源。資源の中心。な、まだ。ウンターゲオルドネットバール。ウンターゲオルドネットバール。光に屈していない。屈していなかった。ウンターゲオルド。下に位置づけられるわけですね。ウンターオルドネット。従属くらいでいいの？従属？まだ光に従属されておらず。捨てられておらず。資源の中心がまだ従属させられておらず。そして、アウファレムデスセントリー、中心のアウファレム、憧れ、同型ですね。まあ、僕は憧れと訳す気分にしてるんですが、これは LT さんにも前お話したことがあることですけども、アウファレム。何？沸騰じゃない、通りも。沸き立つんですよね。そんな感じ。アウフバレン。で、よかったと思うんですが、確認。アウフバレン。ああ。アウフバレン。沸騰でいいですね。で、そうか、と戻ろうとすると、従属させられていない、あの状態、あの状態へと、戻ろうと努め、そして何々であるですね。まだ、一応これは五声でいいでしょうね。五声の方がいいでしょうね。五声という訳はちょっと僕は好きじゃないんですけども、シェリングのこの自由論の中では理性と五声が使い分けられていまして、これはヘーゲルとは違う意味で使い
分けられている。まあ、ヘーゲルの意味でも多少あるんですけども、やっぱりちょっとシェリングはシェリングの独自の用法で、理性と母性とを使い分けてますんで、もうしょうがない。これは母性と訳しかない。まだ母性なき憧れの。で、セントリーはラテン語で多分二角でいいと思いますね。ちょっとちゃんと調べてない。憧れの中心の沸騰なのである。で、これがシェリング著作、全集にしとこうかね。シェリング全集。まあ今もね、シェリング全集、とても個人で買えるような、やつじゃないんですけども。1冊5万円ぐらいするような、5万円もしないのか。まあでも、2万円だと厳しいような、そんな値段がついていた記憶があります。ね、それがまだ刊行中なんですけど。で、今、全集というと、息子が、編集した、やつですね。僕も、それの復刻版とか、あと、古いもんなんで、アマゾンなんかでですね、よく、めちゃくちゃ粗悪なんですけどね。そういう復刻版、もうそのまんまコピーして、いや、本当に、スキャンかなんかしてるのか、スキャンどころかコピーじゃない、これみたいな、のを印刷にして本に出してっていうふうなね。ああ、まあ、これは、まあ、で、確かにありがたいことじゃあるんですよね。僕の学生時代のことを思ったら、なかなか原文とかっていうふうなものを、に接することができなかったのか、今はもうね、そういうオンラインでも、そういう古い本を直接見ることができますし、場合によってはそれがね、本になって製本されて売られている、ちょっと値段高すぎだと思うんですが、まあそれはいいとしました。まあシェリングの全集というところ、息子が編集した、1860、50年代後半から60年、ぐらいにかけて出た、全部で14冊の全集。これが普通、シェリング全集と呼ばれる。今出てるやつは、まだいつ頃完結することになるのかわかりませんが。とにかく、一冊が値段が高すぎ。とても買えない。で、それこそ今ね、日本の大学は、ね、図書館の費用がないとかっていうので、本当、その、東大、京大ぐらいは買うかもしれないけど、他買えないんじゃないかな。まあ、哲学専攻が自慢の私学とかあれば、あ、立命館なんかどうなんだろう、買ってるのかな。まあ、まあね、一応、立命館はシェリングに強いという伝統はあることはあるので、はい、まあ、それでとしてまして、シェリング全集第原文は第8巻ですが、これは第7巻。374ページ。ね、闇はね、光にひっくり返る。光へとひっくり返るってことはない。それどころか、あらゆる悪は混沌へと戻ろうとする。もっと深いところに、もっと深い闇に入ろうとする。もっと闇落ちしようとするというね。それとは逆に、あらゆる悪は混沌へと戻ろうと努める。すなわち、資源の中心がまだ従属させられていない。まだ光に従属させられていない。光に忘れていました。させられていないあの状態へと戻ろうと努め、そして、まだ母性なき中心の、母性なき憧れの中心の沸騰なのである。ちょっと文が歪んでますが、その歪みも含めて、ちょっとね、ぎこちなさも含めて、これでいいんじゃないかなと思います。よし、24分。
あと一文、ヘーゲルの話に次移っていきます。まあ、シェリングをこうやって腐しておいて、いや、ヘーゲルいいんだけど、みたいなように。まあ、ブロッホのよくやるやつですけど、まあ、時々ね、シェリングの方を持ち上げることもある。ブロッホ自身はシェリングの影響は非常に深いというふうに僕は考えております。これはハーバーマスが、ね、ブロッホのことをね、マルクス主義的シェリングというふうに呼んだという、まあそういう論文があるんですけど。で、ハーバーマスのシェリングだったブロッホ論、マルクス主義的シェリングっていうのは大変な力作だと、思います。今も、参照する価値がある。あのスペースであれだけのことを書けるとかっていうのはさすがハバマスだという。まあ、あのスペースと言いながら、まあ、原文で30ページぐらいあったかな。そこまでなかったかな。というふうな分量なんですけども。非常にやっぱり、ブロッホの、まあ、全部納得はいかないんですけども。あ、でも、非常に、最初の、参考文献としては、あれが一番僕はいいというふうに思います。はい。ということで、あ、もうついでに。これでよかったか？1900何年だったっけ？今は哲学的政治的プロフィールっていう本に、なってるんですけど、未来社から出ていた、上下に関で出ていた、あれあんまりいい役じゃないんですよね。あんまり感心しなかった。もうすぐに古本に売りました。ということで、そうです、そうです。哲学的、政治的プロフィールに収録されているで、あの役があんまり僕は感心しなかったです。理論と実践という本が昔ありまして、それからは審判から抜けちゃったんじゃなかったかな。でも、理論と実践の中で、この細谷貞夫さんという人がね、前も細谷さんのことを褒めたことがあったかもしれませんけど。そうです。未来社の。ああ、未来社のね。両方とも未来社ですけど。哲学的政治的プロフィールよりは、細谷貞夫役。これも未来社。理論と実践の審判からは外れた。どうだったかな。あっちの方の役の方をお勧めします。はい。ということで。Es ergibt sich also, dass die Begriffe des Nichts und ihre Abwandlungen bis Hegel keineswegs ganz mit der in den Prozess hineingezogenen Negation zusammenfallen. ああ、長いか、これは。まあ、ちょうどヘーゲルの話になるから今日はここでいいか。ちょっとね。ちょっと余計なことを喋っちゃったから、時間がなくなりましたね。ちょっと次、一文にはいかないですね。はい。ということで、今日は本当に、ワードの画面に切り替わっていないことに気がつかなくて、申し訳なかったです。20分ぐらい。
僕の顔を出しっぱなしで、ね、喋ってしまいましたね。ちょっと申し訳ない、ことでしたけども。まあ、例によって、例によってというか、前回から始めましたけど、今日やったところをまた、早速、このファイルにしてアップしようというふうに思います。今日はこれで終わりたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。はい。あ、そうですか。付録として、収録されている。あそこに、シェリングの、ハバマスのシェリング論も入っていて、あれも非常に面白い内容なんですね。で、シェリング、あ、ハバマスの学位論文が、シェリングの絶対者と歴史という、まあ、本とは違うので、まあ、本として出てる。でも、あれは、ハバマスが自分で打ったのか、それとも、タイプで打ってる、タイプ原稿で出てるやつですね。絶対性の歴史というハバマスの学位論文です。で、それを発展させたものを、まあ、それだけではないと思うんですけど、というやつで、日本のシェリング研究で、ハバマスの理論と実践の、理論と実践のシェリング論を、なんか積極的に取り上げるという人はほとんどいない。まあ、一緒にブログを読んでる皆さん、ブログ研究会の皆さんなんかは、ハバマスのシェリング論とか読まれている人もいるようですし、評価している人もいるようですけども、なんかね、まあ、ハバマスとシェリングという、この組み合わせがまあ意外すぎるのか、どうなのか。でもね、今ね、それこそマルクス・ガブリエルさんなんかも、シェリングのね、研究から出発した方のようですし、なんかちょっとシェリングブームが来てるようですね。うん。はい。それでは、今日はこれで終わりたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、小田とも翻訳ライブやってまいります。今日はこれで失礼いたします。